スムガイユと、あるいはスムガイとは、アゼルバイジャン共和国の都市。セメゲートやサムカイとの表記も見られる。カスピ海に近く、首都のバクヨの北西3 0トルに位置している。1580年に定住が始まったとされるが、1920年代に、ソビエト連邦の支配下になるまで見るべきものは何もない。1935年、ソ連は、 アブシェロン半島に重工業を配置することを決定し、バクーへの近さや鉄道が走っていたことから、現在の住む街との地が選ばれる。まず、バクーの石油産業に電力を供給するため、火力発電所が建設され、第二次世界大戦を挟んで、金属工学や化学工業の工場が建設された。続々と、住宅も建設され、1949年には死に、 昇格する。しかし、同時に、環境汚染が深刻化し、アゼルバイジャン独立後は、同国で最も環境破壊が深刻な地域となり、重工業も低迷した。2007年には、雑誌、タイムで、世界で最も汚染された都市の一つに選ばれた。スムガイと市電が1959年に開通したが2003年までに廃止された。 1988年2月29日、市内の路上やアパートで、アルメニア人住民に対する、アゼリー人の群衆の襲撃事件が発生、警察が傍観したことから、アルメニア人、アゼリー人双方の殺戮に発展した。暴動は3日末き、負傷者2000人、死者32人を数えた。この事件の後、すべてのアルメニア人が、 町から脱出した。アルメニア人とアゼリー人の抗争は、ナゴルノカラバフ戦争に繋がっていく。ナゴルノカラバフ戦争で、ナゴルノカラバフ自治州から難民となった、アゼリー人の多くがスムガイと二重してきた。スムガイとポグロムの背景や経過は、スムガイと暴動を参照。ありがとうございます。